Et salut à tous, on est parti. Donc notre petite promotion, on va tenter. On va faire une mission de promotion là. Wake me up. Allez, on est presque. Yeah, bébé. On peut essayer avec la pause.
Et donc c'est maintenant que je vais pouvoir faire donc la pièce qu'il me faut plus. Ah, la pièce a changé par contre. Bon, c'est dur même. C'est avec le build comme c'est un A, on le plus facilement. It's a parking, okay. と白銀重工はもちろん怪物の残骸は治安局が回収するけれど、残骸の自動輸送車はホローを抜けたら直接ハンドに引き渡すんだ。まあ確かにああいう変なものを調べ、でもその2つはあらやだ、もうこんな時間じゃない。この後とにかくレインを探す件についてはいい知らせを。ありがとうニコ。それじゃやーりん。お兄ちゃん、ああ、広場で起きた件が僕たちにか、そうそう、もう一つ伝えることがあるんだ。やっと決まったんだ。そうだな。ま、怪物リン、どうせ治安局？何？ああ、リン、僕たちのマスター、あなた様と助手2号の免許更新は。すでに治安局のウェブサイトからし早めにルミナスクエアけどルミナス。
J'ai un peu dans le délire. Plus petit. Mais pas de place à 23 km, ça peut chiant. あと少しだ。治安局。ああ、遠い。疲れた。せっかく来る。悪い。今回は僕がうっかりしていたよ。けど、最近は。何運動不足って。私、毎日ちゃんと運動。わかったわかった、リン。本当？じゃあ私。食べ放題以外だぞ。どうした？危ないよ。壊れちゃった？リン！いや、ズイワン。大丈夫？怪我はない？エノーペソ。リン、リン、無事か？怪我は？うん、大丈夫。あれ？私たちどっかで会った？ん？あった？ああ、いや、混乱しているんだ。シュベンさん、チンイ、さっきは本当に気にしないでください。市民を守るのが事故を起こしちゃ。お気遣い痛み入る。運転手は軽い怪我で済んだが、だが案ずるでない。兵器もうこんな時間ですか。主演さん、チン、改めてありがとう。二人がもし六分街に来ることがあれば。主らは六分街に住んでおるのか。ならそう遠くないうちに再びまみえるであろう。おっと、そうなのかい？先輩、そういう曖昧な言い方をしないでください。家に治安官が押しかけてくるのかと思うでしょう。すみません。
治安パトロール。私とチンイー先輩はこのイベントの準備のため、ちょっともう少ししたらここで市民向けの大規模な安全講習会が開催される予定なんですよ。より多くの市民に参加してもらいたいので、私と先輩。そういうことなら。ありがとうございます。それでは。六分街に住んでもう長いけれど、こういうことでわざわざ治安官が訪ねて、それはさておきに。一つ話しておきたいことがある。私もその話をしようと思ってた。ああ。Et il rentre à la maison. これで安心して、さっきの話は、シュエンさんとチンイー。この二人、怪物と戦ったあの日、白儀重工から通報を受けて、リンはイアスの中で普通のボンプのふりをしていたし。向こうは白儀重工以外に。よかったね。さっき主演さんを見たとき。リン、彼女たちとはこれからまた会うかもしれないんだ。念のためもう一回イアスの視覚記録を確認してみよう。フェアリー、あの時のデータを出して。はい、マスター。ご協力ありがとうございます。事件の経緯は、8割本日早朝、キャロットを積んだボンプの故障で、あなたたちは誤って、フォローの芯、そしてここで、正体不明の故障したボンプというのは。ああ、でも部品の侵食だけかもしんねえし、まずは点検だな。ゲッ！我の錯覚であろうか。こやつ妙に利口そうな顔をし。何してるんですか。通報者の前ですよ。そんなこと言ってクレームが入ったらどうするんです。どうやってホロに迷い込んだのかはさておき、白儀重工が普通ではないものに遭遇したのは確か。しかりこのような奇妙な性質、我が詳しく見てみよう。結晶なんではないか。ペロ、やめてください先輩。医学鑑識課ではない治安官は。それにいくら先輩の素体が抗侵食と。長官、現場はこちらです。で、そのけだもの。いや、ブリンガー長官。お、現場の担当はシュエンとチンイーだ。後で連れてきた犯人と私をいい角度で写真に撮ってくれたまえ。長官、ここに犯人はいません。通報者を襲ったのはエーテル活性の高いミチ。ん？なんだ。いえ長官、敵は特殊な性質が見られ、フォローの異変か。あら、まあそのだ。いいか、主演、治安官として警戒を。そんな時期にフォローで正体不明の怪物だなどと、私の表に。あ、よって軽率に治安局から情報を発表するわけにはいかん。ご安心ください。収集した証拠はハンドに引き渡し、専門的な分析にかけてもらうようし。何？証拠。君たちのやり方は間違っていない。しかしだ、え、君たち二人は私が常に全幅の。これから君たちには、あのモニュメントにいた怪物にブリンガーちょ、まあハンド、今気づいたんだけれど、わざわざ主演さんたちに。まフェアリー、何か。ルミナスクエア治安パトロール強化月間で、今月に入ってから
当イベントには今回のイベントの発起人としてヤヌスク総局の副総監部、その際長官は今回のイベントを担当するブリンガー長官だけじゃなくたくさんのメディアも詰めかけるんだな。シュエンさんとチンイも一緒にインタビューを受けるのか。リン、しばらく大きな予定もないし、シュエンさんたちにはもう二度も助けてもらったでしょ。特に依存はない。シュエンさんたちがもうすぐ6Donc on peut se rebalader. Chikagoro, 不穏分子が活発になりつつあります。ヤヌスク治安局は市民の皆さんにもうすぐルミナ分社で専門的な安全講習を開きますので。治安局が市民向けに行うイベントですか。懐かしいですね。実は私はご来場の皆様に引き立てのコーヒーを無償で提供したものです。ですが惜しいかな、現在の治安局は至る所に芳香剤の香りが漂うようになり、コーヒーを味わいながら気兼ねなくお話。それはどういう。時が経つにつれ美酒などはますます芳醇になるものですが、かえって悪くなってしまうものですので。私は円蔵殿、資料を拝見する限り六分街でカスタムショップを経営し、いやー、裏若いお嬢さん二人に誘われちゃ。その日はちょうど俺の一番上のおばさんの、そのまた二番目のおばさんのじいさん。なるほど、それではその大おば様に。主演さん、アキラ君、これ私たち二人分のアンケ。それは強行。もし主らが来てくれなんだら。先輩。なんだ、我の申したことは事実ではないか。あ、ただ六分街の人たちが誰もイベントに行きたがらないのは不思議だ。何か私たちに。そういうことで言えば、六分街の住民台帳には名前だけで10。ちょっと見せてくれ。アシャーさんにチョップ大将、このスパイクさんと。なら私と。そうしよう。けどご近所の僕たちの話ならみんなちゃんと聞く耳を持って。ですが、あなた、こんなのお安いご。主演。そうですね。Et ben, en même temps, c'est toujours le même problème avec les flics. Faut avoir confiance.
から聞いたぞ。あの治安局のジョーちゃんたちを手伝って。チョップ大将。こういうと、とにかくその日は用事があんだ。やっぱりそうか。主演さんたちにああ言ってしまった手前。なんで俺も。さっきアシャさんとスパイクおじさんに断られたよ。今朝はマスターディンとエンゾおじさんに。チョップ大将。そんなに摩訶不思議なことでもねえよ。昔からのロクリン、アキラ、ブリンガー長官だろ。ならこいつは聞いたことあるか。かつてのエリー。チョップ大将、まさかブリ。当たりだ。キュート陥落前、ブリンガーの野郎、現場からの叩き上げだったせいか、副所長になっても現場主義のままでな。住人たちとの距離も。ある救援活動の途中、あいつがフォローの中で行方不明になった時は、誰もがそんでフォローを征服した英雄になったブリンガーの野郎は、いい話のように。これだけならな。フォローを征服した英雄は、ブリンガーは未だに金言実直を公言しちゃいるが、俺たちみたいな古株に言わせれ。それにここ数年、あの野郎は明らかにトップスにすり寄ってやがる。あいつもうそろ市政選挙も控えてるが、あいつは今ヤヌスクの次期総監を見据える場所にいる。この時期にやれイベントだ。ブリンガー長官にとって。そうと安全。チョップ大将。まあそれに。やっぱバカンコ。六分外中を走り回る。主演、先輩はお気楽に言いますけどね。ブリンガー長官がいべ、それがどういう巡り合わせか。どんな面倒な任務も任務を果たせなく。ブリンガー長官が私をフォローから救ってくださらなかったら、私は治安。ここ数年長官の評判が芳しくないことは知っています。ですがあの人はたった一つしかない対侵食装備を。確かに長官はトップスと親交がありますが、それは治安局の設備の多くが。それに長官も祀るべくなきを祀るは減。はい、本来祀るべきではない御霊を祀るのはただのご機嫌取りであるということ。我らは治安官としてグリンガー長官の名、その心にやましい。そうですね先輩。ごめん話。大丈夫です、雑談して。アンケートは渡してきたんだけど、その日はみんな用事があるみたいで。大丈夫です、六分外ではこれ以上アンケートを取れそうにありません。ちょっと待った。ああよかった。どうしたのチョップ大将、そんなに。いや、なんつうか簡単には説明できねえんだが、とにかく事件発生ですね。おリン、近くに治安官がいると言ったのはお前らだ。そいつらに判断させよう。犯人も何を盗もうとしたのかも明らかなんだ。どんな言い逃れ。運転手さん、その明らかという点については異議を唱えざるを得ません。皆さん落ち着いてください。私たちは治安。やっと来たか治安官さん。話はこうだ。俺はゲール、天満エクスプレスの運転手で、このさっき荷物を届けて次の届け先に電話してたら、突然トラック。淡くって車のそばまで行ったら、コンテナに積んであったアヒルがあちこち逃げ出してるじゃねえか。車のそばには
慌てふためくボンプが一匹。そいつのことさ。うんな。リン、あれは雑貨店ワンフォーワンの治安官さんよ。今回の件ははっきりしてるぜ。俺がトラックの異変に気づいて、車に積んであったアヒルたちは農場で専用に育てられた新種だ。1、2羽でもいなくなってみろ。運転手さん、あなたの証言は記録し。勝手にドアが開いたってのか。お前がコンテナを開けた後。運転手さん、あなたのお釣りに。治安官さん、隣人としてお釣りの名誉のために言わせてください。私は。じゃあ教えてくれ。俺のコンテナには。治安官さん、このところ都市やボンプの犯罪は。治安官さん、このままではお釣りは名誉だけでなく仕事まで失ってしまうでしょう。マスターがあんなに興奮。まさか六分街で。お釣りは僕たちが六分街に引っ越してきたばかりの頃からワンフォーワンで働いた。とはいえ運転手がトラックの異変に気づいた時そばにいたの。みんな解散していくの。どうなったのか聞いて。リンちゃん、さっき大筋の経緯は。残念ながらまだです。みんなで状況。今どんな状況な。ひとまずトラックの周りを一通り見て回った。おまけにこの辺りは街頭カメラがないゆえ現時点で調査できるのは。だがその2つは技術部門の領分でな。すぐには決。フェアリーに手伝ってもらえばすぐお釣りの資格記録を見れるけど。とにかくどちらの。私たちの説明を受けてですので、ティンさんほか六分街の住民たちは。リン、だったら僕。私と先輩も一緒。シュエンソンたちは。運転手が和解を申し出てくれたとはいえ、アヒルが全て戻ってくるまで。また本来は職。それにシュエンさん、じゃあこちらも行動を開始しよう。Safe.
Donc oui, dans le potage quand même. Pourquoi toutes les voitures seront en panne?車のライトが消したはずなんだけど、おかしいな。それに、どういうスイッチの故障わからない。押しても何の反応もないな。このままだとバッテリーが、おかしいな。少し前に車検から帰ってきたばかりに。お兄ちゃん、気のせいかな。うん、どうしたんです先輩。監修園よ、主は気づかぬか。雑貨店のトラックが動かなくなり、カスタムショップを出たばかりの車が故障。アキラ君とリンちゃんの車はライトが、そして天満エクスプレスはアヒルを失った。数日前午後、まああの日のことは私も悪かったし、何にせよこれからは歩き、うん、ルミナスクエアの事故に先立ってリンのスマホどうって、電波が急になくなって画面にカラフルな縞模様が出たので、やはりか。先輩覚えていますか、天満の運転手は事件の時電話をしていたと。うむ、お釣りも急に頭がフラ。主演さん、リンちゃん、アキラ君、ここ数日でまずはアヒルを連れ帰るついでに。うんうん。コニエソブブリュアル。それについてその二人ならさっき来てこのボンプから電流高の記録をコピーしてた。聞いてもいい？なあ、事件が起きた時、確かにその時俺のスマホが勝手にオフになった。なんだって？リン、ふと思ったんだけど、ここ数日アキラの言った主演さん、運転手殿、主は聞いたこともない。起動することで近くにある電子機器に車両に触れることなくコンテナの電子ロックを焼き切るのも、タイヤコンテナが開いた時主のスマホが不調をきたしただけでなく、お釣りの体内電流にも急激な上、つまりこのボンプは俺と同じ被害者で。ええ、なんてこって、俺が短気なせいでさっきはひどいことを言っちまった。ジャンカンさんたち、こいつを引き起こした犯人は誰なんだ？も安心してください。今局の方で6分外の監視記録を調査して、犯人は今日だけで EMP 発生装置を何度も使用しています。複数の事件現場に共通し、主演ジャンカン、ご依頼のあった監視現在通りの出口付近で追跡中です。尋問を行います。確保次第すぐにやって。了解です。申し訳ありません、逃げられます。先輩急ぎ。はい、待ちなさい。おい、何すんだ。
ちら主演班、容疑者はホローへ逃走、引き続き追跡する。了解。頑丈なやつよ、手加減無用であった。状況は、犯人はホローに逃げた、うん、後を追います。二人は避難を、うん、お兄ちゃん、こっそりついてっちゃおう。うん、リン、主演彼女たちなら犯人を逮捕できるとは思う。わ、お兄ちゃん、あの犯人のせいで、それに六分外でも、リン、とはいえ、主演さんと珍異は治安か。Et enfin, c'est une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Stéphane Rire. Ciao, les gens. Surtout partagez, likez et oubliez.